안녕하세요미래한국어학원의이성림입니다새롭게시작하는수업엄마들의이야기에대한소개입니다한국어の本お好きですか一緒に本を読みながら韓国語で話してみませんかこの授業で使う本は幸せな結婚生活を送ってほしい母親の気持ちが手紙形式で書かれていますその本の中から一文読んでみます아빠는허구한날밤12시가넘어야들어왔지아빠는허구한날밤12시가넘어야들어왔지ここに出てくる허구한날ってどういう意味かご存知でしょうか오랜시간거의매일長い時間ほぼ毎日の意味の言葉です会話でよく使われる表現ですが文法の本にはこういう言葉はなかなか出てきませんこのように韓国語の表現を勉強しながら音読練習さらに会話練習も一緒にできればと思っております手紙形式なので話し言葉の表現もたくさん身につくと思いますでは新しい授業をおんまでれいやぎよろしくお願いいたします그럼안녕히계세요